あれだってオープニング歌うんだなんでうるたか分かってるはい鯨先生がいつも僕たちに怒るのは僕たちのことを思って愛して愛するがゆえに立派な大人になってほしいという心があるがゆえに僕たちを怒っているんだということに今までずっと気づかずに能々と日々を暮らしていたからですうん違うあなたが宿題を十一日連続で忘れたからそうだったんですね宿題忘れて申し訳なさいでした、うん じゃあ帰っていいですか帰っていいわけないあなたが、えー、私の、えー、日々を、えー、いつも分かんなくなっちゃったけどもなんかノーノーと生きているから解決してないからそうだったんですね何を言ってたのあんたは日々先生を怒らせては、えー、また怒ってらって思ってましたけどもなぜ怒るのかって考えたときにやはり僕たちのためなんだなと気づきましたうんうん <laughs> 宿題をやらないからだよやっぱりいつも呼びされるのは 僕がノンノで生きてるからだと痛感しました。宿題はやないから。いつもいつもなんで呼び出してくるんだって僕一生懸命考えたんですけど、僕のためだって気づきました。<laughs> <laughs> <laughs> 宿題はやないから。クジラちゃんと僕がいつも怒られるのは、やっぱり僕たちに本当に立派な大人になってほしいんだっていう心があるからだと気づきました。 僕と藤倉ちゃんが毎日日直をさせられてるのは本当の僕たちにその日直という与えられた仕事を立派にこなすような大人になってほしいという、えー、深い考えのもと成長のためにさせられてるんだと気づきました <laughs> あなたたちがずっといたずらしてるから全然普通に怒ってるいたずらされてええそれもまた いゴーだれだって失敗はするんだ恥ずかしいことじゃないチャンネルを登録して